あなたの心の赤目が通る須山拓司です。アニメや漫画より楽しんだための動画をお送りしておりますということで、ね、そんな今回のテーマは日暮らしになっころに GO リカと里子の赤目の意味と違いを考察、充血じゃないよということでございましてですね、今回は2人のね赤目に注目して考察していきたいと思います。はい、ということでですね、この旧作アニメにはなかったリカちゃんの赤目状態でございますけどもね、これにはどんな意味があってですね、どんな時に赤目になるんでございましょうか。まるでシャリンガンを使ってるかのような状態なんでございますけども、またですね、第17話猫魂でその4で同じく赤目になったサトコはですね、こうやって比べてみるとリカちゃんとは微妙にですねデザインが違うわけでございます。このデザインの違いにはですねどういった意味があるんでございましょうか。今回はですねこの2点にね集中して考察していきたいと思います。ちなみにですねブログ版またはどこの動画の概要欄でですね、漫画版や小説版などの試し読み、そしてですね、その他のですね関連動画もまとめております。気になる方はですねそちらもチェックしてみてください。さあ、日暮らしファンがこの第1話でざわついたですねリカちゃんの旧作アニメにはなかった赤目状態でございますけどもね、この赤目にはねどういった意味があるんでございましょうか。まあ、パッと思いつくのはですね、まず演出でございましょう。この巫女であることをより分かりやすくするようにですね、またですね見た目のインパクトもあるということで、ね、赤目にしたというねパターンもあるかもしれません。特にですね今回はですねリカちゃんだけでなくてですね、まあ、サトコもね巫女的な存在になったというのも判明したことにございましてですね、この2人のね特別感を演出するというのもですね、一つの狙いじゃないかなと思うわけでございます。あとね、考えられるのはですね、まあ、能力とかですね、その他の何かしらの力が発動している時でございましょう。さあ、それらを踏まえてですねこの赤目になるタイミングというのもですね、考察していきたいと思うわけなんでございますけども、まあ、能力とかですね、まあ、特別な力以外だったらですねこの興奮した時というのもですね、まあ、候補の一つとして外せないんじゃないかなと思うわけでございます。まあ、例えばですね、他の作品でもこのハンターハンターの、まあ、クラピカとかがいるんでね、理由としてはありえなくないわけでございます。このね正体がバレそうになったサトコがですね赤目になったのはもちろんといたしまして、このリカちゃんもですね、第7話、綿魂編その3でねこの西部殿に入ったことを告白したね、ケイチに対して赤目モードになりましたしね、そしてですね第15話猫魂編その2でですねこのケイチにこうバットでドーンとねどつかれた後にですね、晴らしている姿なのが赤目になってたわけでございましてですね、十分興奮しているんじゃないでございましょうか。まだレナとねケイチのこの様子を見ていた1話目のね感情はよくわかりませんけども、まあ、その他はですね興奮状態に入っていてもねおかしくない状態というわけでございます。またですねリカちゃんが赤目になったねこの3回ともですねケイチがいるというのもですね、気になるところでございます。続きましてはね、こちらの女王感染者のフェロモンを出しているというパターンもあるかもしれないわけでございます。まあ、お社様の巫女であるリカちゃんがですね、まあ、女王感染者だったらですね、まあ、同じような力を手に入れたですね、サトコも女王感染者になっている可能性もありというわけでございます。こちらのですね、サトコも女王感染者説でも語った通りですね、まあ、リカちゃんとは別タイプ。まあ、例えばですね、ひなみざわ症候群の発症を抑えるんではなくてですね、逆に発症させるタイプというのもですね、まあ、今までの事件を振り返るとあるかもしれないわけでございます。まあ、サトコもですね、女王感染者となっているんだったら、この赤目の時はですね、このね女王フェロモンがよりで強く出ている状態を表しているのかもしれないというわけでございます。リカちゃんの場合はですね、まあ、3回ともにですね、まあ、ケイチがいたわけでございます。まあ、1話だけね距離が遠かったんでございますけども、そのケイチのですね疑心暗鬼をね、緩和するため女王フェロモンが強いよりで強く出た状態かなと思うわけでございまして、もしくはですね興奮状態になるとですね、まあ、自分の身を守るためみたいに、ね、自動的に強く出るのかもしれないわけでございます。逆にですねサトコは発症させタイプの女王感染者だった場合でございますけどもね、猫魂へのこのラストでねリカちゃんを含めてですね部活で、ね、メンバー全員を発症させるつもりでですねこの赤目になったのかもしれないわけでございます。赤目になるタイミング、その3はですね能力を発動した時でございますね。というのもですね旧作アニメでも、羽生がお社様的な力を使った時はですね、この目の中心がね、赤くなっていたというわけでございましてですね、この辺に共通点があるわけでございます。GO ではですね、これをね、よりね、わかりやすく強調したね、形にしているのかもしれないわけでございましてですね、もしくは、リカちゃんたちはこの羽生とは逆に、中央が黒目のままで、周りがね、赤目になっているんで、まあ、ここでもね、世界反転ということをね、演出しているのかもしれないわけでございます。能力発動の場合はですね、まあ、里子はよりわかりやすいんじゃないかなと思いまして、まあ、その能力を発動して、まあ、部活メンバーを一掃するか、もしくはですね洗脳なのでですね、まあ、何かしらのね精神攻撃をねするつもりなのかもしれないようございましてですね、そして、ね、H173 を使ってないんだったらこの能力を使って、まあ、レナやミオンやですね大石などを発症させた可能性が高いわけでございます。そしてですね能力の場合逆にわからないのはリカちゃんの方でございまして、まあ、リカちゃんが能力を発動している場合ですね、まあ、どういった能力なのかよくわからない
ない上にですね、この本人自身もその能力を発動していることにね、気づいていない可能性も、ね、非常に高いと、日暮豪のこの惨劇はですね、さとこだけでなくて、このリカちゃんの能力も関わっていてですね、まあ、随所でですね、リカちゃんが赤目になっていたのはですね、その暗示としてですね、私たちに見せているのかもしれないわけでございます。二人、もしくはですね、どちらかの能力の候補として考えられるのがですね、まあ、反転というわけでございまして、こちら、親代様像の手がね、旧作からですね、この反転しているのもね、中心にですね、まあ、日暮らしの豪のね、世界反転説は結構ね、まあ、初期から上がっているね、説となっておりました。そしてですね、親代様像が反転していることには、これ意味があることまで、これ確定というわけでございまして、となればですね、それがサトコがですね、フザリーム的なキャラから与えられた能力、もしくはですね、リカちゃんも無意識で持っているね、可能性はあるかもしれないというわけでございます。まあ、反転といってもね、ちょっとこれ範囲が広いんで、まあ、例えばね、感情を反転させたり、まあ、人格を反転させることができたり、まあ、これだけでもね、ひなみざわ症候群を発症させることができそうなんでございますけどもね、あとはもっと大きくですね、世界を反転させることができるのかもしれないね、いろいろと可能性があるわけでございまして、まあ、それがですね、このね、トランプの数字とね、マークの数字がね、数が合っていないとかですね、このカレンダーのね、年後の上と下が合っていないなど、まあ、様々な違和感があるですね、まあ、里子は試験の世界にね、すでに出ているのかもしれないわけでございます。そんでもってですね、この第20話、里子は試験その3では17個の違和感をね、別の動画で上げたんでございますけどもね、さらにね、コメントでね、もらったね、追加情報もね、あります。それはですね、この第20話でですね、ミヨンがリカちゃんと里子を車に乗せて走っているシーンね、違和感ありというものとなっておりましてですね、里子はですね、普通にね、まあね、映ってる状態なんでございますけども、まあ、リカちゃんはですね、このミヨンが見ているね、ミラー越しにしかね、最初は映っておりません。里子はですね、このミヨンがですね、中心のカメラワークになった時も、ちょっとだけね、映ってるんでございますけども、まあ、ミヨンのすぐ後ろにですね、リカちゃんは一切映っていない状態でございます。まあ、真後ろなのね、映ってないと見せかけておいてですね、ミヨンの座敷にはね、ちょっと、ね、首のとことか隙間が空いてるんで、その隙間からですね、リカちゃんの髪の毛とかね、ちょっと見えても良さそうなんでございますけどもね、全然見えていないというわけでございましてですね、さらにですね、ミヨンがアップになった時もあるんでございますけども、その時もですね、座席の隙間からですね、リカちゃんは一切見えていないというね、不思議な状態となっております。さらにですね、このね、ひなみ座が見えたところでやっとですね、リカちゃんもね、髪がね、ちょっとだけ映るんでございますけども、これね、この後すぐね、シーンが切り替わりましてですね、その時はですね、サトコとこのリカちゃんのね、座席の位置が反対になっているようにもですね、見えるわけでございます。まあ、ここもですね、鏡に映ってる演出なのかもしれないわけなんでございますけど、それにしてはちょっとおかしな感じでございましてですね、またですね、この切り替わったタイミングでですね、リカちゃんがいつものですね、ニッパーを復活させるというですね、出来すぎたタイミングも気になるところでございまして、まあ、この辺の演出からですね、サトコか、リカちゃんがですね、もしくはこうフェザリーヌ的なキャラがですね、サトコはしすでに反転世界を仕掛けているようにもね、見えるわけでございます。まあ、仮にですね、すでに仕掛けてるんだとしたらですね、まあ、リカちゃんとサトコはもしかしたら反転してるのかもしれない。もしくはですね、最初のこの車の中に映ってなかったシーンからですね、実はリカちゃんもいないんじゃないかなというですね、ちょっとね、怖い想像なんかもですね、頭によぎるですね、シーンでもございます。次に、二人の赤目を比較してみましょう。まあ、リカちゃんとね、サトコのね、赤目はですね、よーく見るとデザインが違っておりまして、リカちゃんはですね、毎回どの時もですね、黒目の部分が大きいんでございますけども、まあ、サトコはですね、覚醒した時とね、まあ、銃を構えた時、今のところ二つしか出ておりませんけども、そのね、どちらもですね、リカちゃんより黒目の部分が一回りからですね、二回りぐらい小さいデザインとなっているわけでございました。これ偶然とは思えないわけでございます。リカちゃんがですね、このね、白く輝いてるね、この周りにあるね、輪みたいな部分に、ね、届きそうなぐらいね、黒目が大きいんでございますけどもね、サトコはですね、それにはね、全く届かずですね、内側の赤目の部分がね、より大きくなっているデザインとなっているわけでございまして、またですね、そのね、周りに輝いているこの四角で、ね、光っている輪もですね、リカちゃんの方が派手なね、デザインとなっておりまして、サトコの方はですね、おとなしめなね、輝き方となっているわけでございます。さらにですね、このサトコの赤目はこう、真っ赤なのに対しまして、リカちゃんはね、それよりもちょっと薄い、まあ、朱色がかったね、色味となっていましてですね、まあ、色味の方はね、このリカちゃんの顔はこう、毎回影に、ね、なっていたりとかですね、まあ、血だらけになっているシーンで赤目化しているんで、まあ、そう見えてるだけかもしれませんけれども、まあ、少なくともですね、全く同じ、ね、デザインじゃ、ね、ない可能性は高そうでございます。さあ、2人の赤目のデザインの違いで考えられるのはですね、この力を、ね、与えているキャラクターの違いということでございましょう。まあ、サトコはですね、このフェザーリーヌ的な、ね、キャラクターから力を与えられてですね、まあ、リカちゃんは羽生から力を、ね、与えられたから、まあ、デザインが違うというのがね、まあ、ね、分かりやすいかなと思います。またですね、能力の、ね、強さの違いも表しているのかもしれないと感じたわけでございまして、まあ、こ
ちらの旧作アニメで羽生が力を使う時にも雨が赤くなったのを考えるとですね、赤い部分はまあ力の象徴を表しているのかもしれないというわけでございまして、そしてですね、日暮ゴール今までの展開を考えるたび、里子の方がね、リカちゃんよりもより力が強そうというわけでございまして、だからですね、里子の方がね、よりね、赤目の面積が大きくなっているね、デザインにしているのかもしれません。さあ、そこで疑問となってくるのがね、このフェザーリーヌ的なキャラが羽生の完全体だった場合でございましょう。まあ、クソやね、いた場所。まあ、フェザーリーヌと羽生のね、関係性から、まあ、正体の大本命はですね、羽生であることは間違いないかなと思うんでございますけども、まあ、そうだった場合はですね、羽生は一人なのか、二人なのかというね、疑問が出てくるわけでございます。まあ、つまりですね、リカちゃんとあの記憶のかけらの世界で会ってる羽生は、まあ、過去の羽生でですね、このフェザーリーヌ的なね、羽生完全体は未来のね、羽生ということで、これで二人いるというね、状態で、まあ、これだったら話は簡単でございますけども、問題はですね、記憶のかけらの世界では、まあ、時間の概念なんてなくて、どちらも同一人物だった場合でございます。まあ、羽生は一人しかいないという場合でございますけども、その場合はですね、完全体となって、里子にこう力を与えつつ、リカちゃんと会ってる時はですね、いつものこの羽生にね、戻って接しているというわけになってくるわけでございまして、もう残りがだから力はないんです的なことを言っておいてですね、実は両方に力を与えてこう表わせている。まあ、そしてね、裏ではですね、しめしめとですね、笑ってる、ちょっと黒幕的な暗躍をしているのかもしれないというですね、まあ、疑惑が生まれてくるわけでございます。まあ、最後の力を振り絞ってですね、リカちゃんにね、死ぬ直前までの記憶を引き継げるようにしたというね、まあ、感動的なね、別れ方をしておいておいてですね、その後でね、実はですね、しめしめとですね、笑っているのかもしれないというですね、可能性もあるわけでございまして、そういえばですね、そんなことね、できるんだったらですね、もっと力が残ってた、まあ、旧作の頃もね、できるんだろうというね、突っ込みところもあるということで、これはですね、完全体に戻って力を戻したからですね、できるようになったのかもしれないというわけでございます。まあ、もしもですね、この想像通りだったらですね、リカちゃんがですね、測ったな、ハリューとですね、なるシーンも出てくるのかもしれません。はーい、ということでね、今回はね、リカちゃんと佐藤君のこの赤目の違いを軽く考察しようと思ってね、始めたわけなんでございますけども、そこにですね、世界の反転に加えてですね、羽生のね、一人二役、暗躍に疑惑などが生まれましてですね、思った以上に考察広がっちゃったよということでね、これだから考察は油断できないわけでございますということでね、こういったアニメや漫画をより楽しむための動画を随時上げておりますので、チャンネル登録もしくはですね、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた。